Hello, hello, hello! どうも皆さん。まさかのまさか私、ハリー杉山は今日から、そうなんです。YouTube 始めちゃうんです。YouTube 始める。何が皆さん興味持つのかなって考えてみたんですけども、賞金、クイズ番組とか、タレントの皆様が出るいろんな番組で勝ち取る賞金、ね、クイズ番組優勝して100万円とかいろいろあるじゃないですか。で、優勝した時のあの賞金ってどういう風に使われるのかって皆さん考えたことありません？僕はクイズ番組ではなく、皆さん知ってますか、オールスター感謝祭、毎回、開催されるたびに、ミニマラソンですよ。4位でしたね。4回連続4位。正直喜んでいいのか。勝ちたいんですよ。いつかは森脇さん、森くん、そして毎回出てくるゲストの方々を乗り越えて、もう一回あの栄光1位になりたいっていうことでいろんな準備させていただくんですけれども、今回も4位でしたね。ちょっとね、レース展開今回ね思い出しますと、僕と森渉くんはですね、ずっとデッドヒートを繰り広げていたんですよ。1秒もテレビに映らなかったね。仕方ないよね。でもいいんですよ、出させていただいてるっていうことと、何よりも今回実際開催されたっていうことが、もう本当にTBS の皆さん、スタッフの皆さん、感謝祭の皆さん、そしてこうやって我々の日常を支えてくださっている医療従事者の皆さん、本当に心の底から感謝です。はい、じゃあ話戻りましょうか。こちらにあるのが、5万円です。失礼します、チラリ。若干いやらしいですけれども、 50,000円 ですよ。5万円でございます。さあ、この5万円をですね、何のために使うのか。私、杉山がですね、人生を捧げてるあるものがあるんですよ。それを皆さんに知っていただきたい。設立されたのは1886年、僕が心の底から愛しているイングランドプレミアリーグのアーセナルというサッカークラブを皆さんにこの5万円を使って紹介したいんですよね。で、いろいろ考えたんですよ。紹介するためにはやっぱり動画あったりとか、やっぱり写真があったりとか必要じゃないですか。でもね、大人の事情によって使えないんですよ。そこで僕考えていました。皆さん、トレカですよ。トレカ、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 トレカ。ごめんなさい、アーサーの話になると異常に興奮してしまうのが私、杉山の弱点なんですけれども、トレーディングカードね、トレーディングカードを通して皆さんにアーセナルのいろんな魅力を感じてほしいと。てれーん、来ました。71パック分の、はい、トレカをですねゲットしたんですよね。カモンアーセナル、カモンアーセナル、カモンアーセナル、 We love you アーセナル、 We do、We love you, Arsenal, we do. We love you, Arsenal, we do. Oh, Arsenal, we love you. ありがとうございます。アーセナル応援するときに歌う歌なんですけれども、だからこういうときには、ゆっくり、Thank you. Thank you. Thank you.Thank you, thank you. さあ、ファーストコンタクト参りますよ。ファーストコンタクト行きますよ。ファーストコンタクト開けます。なるほど、そりゃそうですよね。まずはこういうのが入ってますよね。来ました、来ました。 Oh my lord, oh my, oh my, look at that, oh yes.マジ大興奮。ちょっとね、出しますよ。ちょっと綺麗に置かせていただきます。あと皆さんに言うの忘れてましたね。これもちょっとネットでゲットしました。
見てください。Here we go. Premier League. Hey? Official trading cards. 見てくださいよ。まずちょっとね、物申したいんですけれども。はい、デブライネ。ファンダイク。ラッシュフォード。ソン・フンミン。アーセナルの選手が一人もいませんね。横を見て、あれ?アーセナル選手いませんけれども。え What's going on? あ、いた!ペペイ!ペペイ!ねえ、います。開けましょう。開けます。Here we go. Oh yes! 来ました。記念すべき1パック目です。1パック目。はい。この中に、あ、いろんなデータ書いてありますよ。468 カードあるっていうね。うん。しかも、選手の、カードだけではなく、へぇ、何これ何これ。無敵カードもあったり、あと、defensive rocks。要するに、鉄壁のディフェンダーっていうね、なんかそういうカテゴリーもあったりして。へぇ、ワンパック、6枚あるそうです。Adrenaline。では、Here we go。行きましょう。記念すべき。First packet。本当はね、これね、綺麗に開けたいんですけども、ちょっと豪快にいっちゃっていいですか?よろしいですかね ?OK。Here we go then. Yeah. Oh yes. やっぱちょっと綺麗めにちょっと開けたくなっちゃうんです。すいません。さあ、1枚目は果たして誰になるんでしょうか?何これ?1パケット。ただでもらえますよっていうフリーパケットのなんか抽選券みたいなものはあるんですけども、それはさておき、いきます。記念すべき1枚目、ミッドフィールダーになってますけども、果たして誰になるんでしょうか。はっ、おお、渋め、超渋め。シェフィールドユナイテッド、ジョン・ランドストラーム選手です。渋いですね。キラキラですよ。いわゆるスペシャルカードなんですけれども、僕が予想してた選手ではなかったですね。記念すべき1枚目、ランドストラーム、置きます。ランドストラーム選手、もともと、確かリバプール生まれでエバートンに入ったんですけれども、トップチームでちょっと出てから、その後、オックスフォードユナイテッドとか、そのね、プレミアじゃないチームに行って、で、そこからも最終的にはシェフィールドユナイテッドで今大活躍されてますけれども、まあ、ちょっとなかなか渋めの一枚目でしたね。いや、でもね、シェフィールドユナイテッドとてもいいチームだし、昨シーズンはね、アーセナルかなりね、苦しんじゃいましたからね。います。ハーフィー・バーンズ。いきなりペペイ、ペペイ、いきなりのペペ来ました。フォーカス合わない。ペペイ、ペペイ、ペペイ、ペペ来ちゃいましたか。ニコラス・ペペ、ペペ選手はね、昨シーズン、アーセナルに移籍したんですけれども、まあね、移籍金がね、とてつもないんですよ。英語で言うと72 million pounds。 ごめんなさい、それ、ね、日本語で言うとちょっと分かんない、許して、すぐね、すぐ分かんない、それは。ちょっとね、今ここにね、ダーって出てますね。72 million pounds が日本円にしてどれくらいなのかっていうのはね、伝わってると思うんですけども、やっぱペペの魅力っていうのはスピード、ドリブル、ただし、アーセナルにおいての彼の活躍っていうものが、いや 100% 出てるかっていうと、そんなことじゃないんですよね。やっぱり、
まあ、大体アルテタ監督の使い方としては、まあ、右サイドに出させて、ただディフェンスも結構求められてしまうんで、そのあたりにおいて、じゃあ今季から入ってきたウィリアン選手とか、じゃあネルソン選手と比べるとどういったタイミングで使えるのか。あのね、ただね、ペペが決めるゴールはマジでド派手なんですよ。悪魔のようなね、左足、めちゃくちゃコントロールされた外から巻いてくる、ファーサイドのサイドネットにね、突き刺さるような、昨シーズンでウェストハム戦のようなね、ビューティフルゴールもありましたし、今シーズンで言うと、まあ、先日シェフィールド戦でもう見事な、確かベジェリンと一緒にね、絡んで、で最終的にはもうなんかね、本当美しいようにファーサイドのポストに当てて決めるっていうビューティフルゴールをね、ペペ決めてましたけれども、まあアルテタ監督ね、昨シーズンの終わり、特に FA カップの準決勝、そして決勝においては、素晴らしい活躍を見せていたんですけれども、なかなかね、今シーズン、使ってくれてないんですよね。ペペのね、最大の魅力っていうのはね、かなりドリブルなんですけども、マジ、リズムが読めない。ほんと。このタイミングで、例えば、フェイント入れたりとか、ステップオーバーしてきたりとか、切り返してくるんだろうかなって思ってもね、ペペはね、その裏の裏の裏を書いてくるような選手なんですよ。マジ、ペペね、モンスターだから。アーセナルでは自分のポテンシャル全部出し切れてないかもしれないけど、僕のペペの魅力っていうのは、変拍子なドリブルですよ。わかります？音楽好きな方はね、キングクリムゾンとかわかりますよね。うん。これなんかズッチャーズッチャーの中でいきなりね、ちょっとした間があるの。おい、そこで来んのかみたいな。おそこで来んだみたいな。それがね、ペペのね、魅力なんですよ。頭もいいし、ちょっと彼のドリブルをですね、皆さんぜひとも見ていただきたいです。ペペ！ランドストラーム選手はキラキラなのに、ペペ普通なの？これ、ちょっとあんまり意味がわかんないんだけどな。あとね、スタッツ見るとわかりやすいですね。うん。え？でもランドストラーム249でさ、ペペ 230？ これちょっとおかしくないですか？だってアタック85、ランドスラム82、3ぐらいしか近くないのに、ペペのディフェンスへの貢献が62っていうのはね、パニーニさんじゃ厳しすぎますよ。はあ。あとコントロールさ、ペペのコントロール83じゃないでしょ。まあそれはさておき、まだね、1パック目ですからね。ちょっと待ってよ。キラキラじゃないけど、ファンダイク当てちゃいましたよ。ファンダイクのアーセナルの選手じゃないけれども、まあ、プレミアのナンバーワンのセンターバックと言ってもね、おかしくないでしょう。いきなりもうね、ペペからのファンダイク。他の選手たち、もう20分ぐらい、最初のパケットに使っちゃってますけど、大丈夫ですかね。あと、これは何なんだ？あ、へえ、面白い。ボーナスカードでラインナップっていうのがあるんですね。ラインナップ。これ見ていただきますと、これアーセナルじゃなくてエバートンのラインナップカードなんですけれども、なんかこう見るとね、こんなフォーメーションで攻めてきたりとかって分かったりするんですね。 OK、 じゃあファーストパケットいきましたね。ペペ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 はね、ここに置かせていただきます。もう置いちゃうよ。歴史的、このね、ハリーグラウンド、ハリーピッチで最初のアーセナル選手降臨。イエス、ペペ。やっぱペペね、右サイドだよね。置かせていただきます。では Here we go、 パケットナンバー2いきましょう。デレレレ、 I got this feeling inside my bone, it goes electric wavy when I turn it on。 来ました。さあ、ただーん、出てきました。うーね、はい、来ました。やっぱこれ敵もね、やっぱりちょっと紹介したいんですよね。マーカス・ラッシュフォード、これ正直ボリス・ジョンソン首相より今のイギリス国民にとって一番貢献してるのはこの男だと思います。マーカス・ラッシュフォード、サッカーの試合でね、ゴールをね、突き刺した後数時間後には社会がどういうふうに変わるべきなのか、そういうツイートも上げて、実際ね、特に貧困に苦しむ子供たちのことを徹底的にサポートしているマーカス・ラッシュフォード、大好きです。ここに置きたい、
ここに置きたいラッシュフォードだけど置けないんですよ。あと今回のキラキラ、しかもディフェンシブロック来ました。ディフェンシブロック、鉄壁カードですね。あ、このディフェンダーいたらめちゃめちゃ強いよっていうのね、出てきたのが、はい、アンドリュー・ロバッツン、昨シーズンのリバープールのね、あの強さの軸にあったっていうのが両サイドバックの And bombing down the sideline っていうんですよ。 And bombing down っていうのは、爆発するようなスピードで、サイド上がっていくっていう、あのリバプールのね、僕が大好きなところはやっぱり両サイドバック、彼と、右サイドバックはアレクサンダー・アーノルドなんですけども、1年以上前になんかウォトフォード戦でね 5-0 で勝った時に、全てのアシストが、このロバートソンとアレクサンダー・アーノルドが叩き出して、ね、5-0 でそれ勝つっていうね、リバプールの非常に魅力的なサイドバックの一人、アンドリュー・ロバッツンいただきました。だけどアーセナルじゃないんだよな、これが。いきまーす。で3パック目で、今のところアーセナル選手は1人しか入ってきていません。これ編集もかなり大変です。どういうことになっちゃうんでしょうかね。はい、来ました。マンチェスターユナイテッド、スコット・マクトミネー、スパーズ・ベン・デイビス。あのごめんなさい、アーセナルファンとして、あのトッテナム・ホットスパー、スパーズはあの永遠のライバル、宿敵なんですよ。うん、ね、どうなるのかな、ノースロンドンダービー。 OK、 すごい、なんかあのフラムの選手たちはなんか顔のドアップになってるんですけど、なんでこんな顔のドアップになってるの、フラムの選手だけ。もう気になるな、デニス・ドーイ。はい、来ました。あ、ちょっと待って、問題ありです。あのヒーローカードが出ました。英雄って意味なんですよ。オクスレイド・チェンバリン、この選手もともとアーセナル選手です。めちゃくちゃマッチョ、超やんちゃ、でもちょっとやっぱアーセナルが去ってしまったんで特に言うことないですかね。はい、あとトップキーパーアリソンね、ちょっと待って、今のところね、リバプールのファンダイク、オクスレイド・チェンバリン、アリソン、ロバッツン、なんでリバプールばっか出てきちゃってんの、なんでよ。ハリー・マグワイアね、めちゃくちゃ高いディフェンス、8000万ポンドかな、日本語で言うと80 million pounds ね。まあいろいろ夏はね、プライベートのトラブルもいろいろありましたけれども、どうかな、出てきませんね。ちょっとそろそろね、アーセナル選手欲しいんですよ。ちょっとね、この流れはあまりよろしくないんですよね。カモン、さあ来い、さあ来い。メイソン・グリーンウッド、いい選手だけどアーセナルじゃないのよ。はい、出てきました。来ました、ガブリエル・マーティネリー。イエース、マーティネリー、マーティネリー大好きな選手ですね。はい、出てきたのがガブリエル・マーティネリー、彼はですね、アーセナルの未来を背負っているもうスーパースターになるでしょう、確実に。あのマーティネリーね、今年の1月ぐらいだったかな、チェルシー戦であのね、61メートルぐらい自陣からドリブルして、もうとんでもないファンタスティックワンダーゴールを、決めることによって、もうアーセナルのレジェンドにあのほぼなったって言ってもいいでしょう。ただしね、あのその後ね、5月6月ぐらいに怪我をしてしまって、まだね、あの復帰することはできていないんですけども、あのマーティネリの魅力っていうのはゴールに対しての嗅覚、ボールをもらった途端確実に背を向けていて もうゴールが具体的にどこにあるのか、そして自分が何をすべきなのか、瞬発力は体だけではなく心、そしてブレイン、脳の瞬発力がめちゃくちゃ速い、選手です。ファーストシーズン2019-20シーズンでは10ゴールだったのかな、これ確かね、昔いたニコラ・アネルカ以来の10代のアーセナル選手が2桁得点するっていうね、そんな歴史的選手になったマーティネリー、今後ガッチ活躍してくれるでしょう。じゃあ気になるのは、じゃあマーティネリーどこに置くのか、
僕はですね、あえてマーツネリをトップ3の真ん中に置かせていただきます。まあ、オーバーメアンとラカゼットもいますけどね。行きましょう。行っちゃいますね。Let's go. Come on. もう山ができますよね、これ。やばい。やばい。来ました。ぶっこいよ、サッカー。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 契約サインしてくれてありがとう、サッカー。同じくマーティネリと同じくアーセナルを誇る10代の選手なんですけれども、サッカー選手はねいいんですよね。これ面白いな、スタッツ見るとサッカーが224か。ああ、なるほどね、なるほどね。あのね、サッカーね、の長期の契約もサインしてくれましたし、やっぱマーティネリとか、ウィロックとかネルソンとか、アーセナルのヤングガナーズ、ヤングガンズ、若くて、将来性にあふれる一番の選手かもしれない。変な話、マーティネリ以上かもしれない。もうサッカーの魅力っていうのはね、あのね、意外とユーティリティプレイヤーでもあったりとかするんですよ。昨シーズンとかね、アーセナルが地獄の、エメリー監督、あとのはユンベリーさん監督になったんですけども、その時ね、もう選手が全然いなかった時見たんですよ。怪我になったりとか、まあ、あのチーム内のトラブルがいろいろあった、段階で、もう元々オフェンス選手なのに左サイドバックもね、こなしてくれたし、まあ、僕としては、変な話、今フリーズアウトされている、まあ、エジルのポジションであったり、まあ、左ウィングっていうのがね、一番、今いいとされてはいるんですけれども、ちょっとトップ下のね、サカがね、どうしても結構見たいんですよね。ウィングとかじゃなく。アーセナルの下部組織出身の選手で、トップチームのデビューから、わずか1年でまさかの3ライオンズ、要するにイングランド代表まで登ってきたわけですよ。もう抜群なテクニック、そしてキープ力、そして、僕はやっぱりあのサカとさっき話したマーティネリがね、めちゃくちゃ仲いいんですよ。でしかも左サイドバック、まあ、センターバックもやる、もうティアニーとの連携っていうのがね、マジ魅力的。サカからのスルーにマーティネリが抜け出して決めるっていうのがアーセナルの未来です。さあ、そんなサカをどこに置きましょうか。まあ、将来のアーセナルとして考えるとどうかな。これ結構悩むな、マジで。あとでオーバメヤンが来るっていうことで、一応左サイド置きましょう。だからね、フロント3はね、もう決まっちゃいましたよ。右サイド、ペペ、マーティネリ、サカ。これ超強力だよ。またこの辺りのミッドがね、それにディフェンスしてくれないとね、彼らは結構、悪戦苦闘しちゃうかもしれないけど。 OK、 Here we go。 はいはいはい、アロリス、トム・デイビス、ピックフォード、なんかエバートンほぼ揃ってきちゃいましたよ。あ、アシュリー・バーンズね、出ました。アーセナルじゃないけどすごい選手、キャスパー・シュマイケル、あのマンチェスターユナイテッドのスーパーヒーローである、ピーター・オシャイスン、はい、キャスパー・シュマイケルね、あの伝説ピーター・シュマイケルの息子で、ね、あのいずれかマンチェスターユナイテッド行くのかなと思ってたら、結構かなり長い間リーグも優勝してからずっとねレスターにいますよね。圧倒的守護神です、キャスパー・シュマイケル。 OK、 Let's go、 Come on people、 Let's go、 Let's go。出たけどちょっと悲しい。来ました、ゲンドゥージ選手。まあ一応まだアーセナルの選手ではあるんですけれども、今はねヘルターベルリンに、まあ、ローンで行ってるゲンドゥージ選手。あのですね、ゲンドゥージ選手すごい将来性にあふれるはずの選手なんですけれども、見るかな、まあ、若干ですね
ちょっとやんちゃすぎて、昨シーズンブライトン戦でのある行動によって、まあ、ほぼ一時期トップチームから離脱してしまって、今シーズン戻ってきても、まあ、トレーニングとか参加するんですけれども、まあ、ほぼエジルみたいにフリーズアウトされてしまった。ゲンドゥジ選手ね、アルテタ監督がすごい対戦するチームのハーモニーを乱してしまうというか、先輩とかに向けても平気で言い返したりとか、切れちゃったりとか、何よりもね、ブライトン戦でアーセナル負けちゃったんですけども、相手の選手に向けて言ったか定かではありませんけど、俺に比べてお前は全然金もらってねえよなとか、そういう発言をしちゃったんですよ。やっぱね、他のサカとかマルティネッリがハードワークして謙虚なところ、ゲンドゥはちょっとね、態度に問題ありと。ただし2度目のチャンスはね、絶対彼は与えられるべきだと思うから、ヘルタベルリンからまあ、戻ってきたらね、ちょっとファーストチームで見たい気持ちもするけど、ね、本当ボール持った時にはものすごく魅力的で、もう闘争心というかファイトにあふれる選手なんで、将来のフランス代表にもね、絶対呼ばれる選手だとは思うんですけども、トラブルが続いちゃってるのがゲンドゥなんですよ。そのゲンドゥジ今いないけど、まあ、一応置きましょうか。一応置きましょう、ゲンドゥジ。はい、待ってよね。あら、面白いですよ。アーセナルのフォーメーションカードが出てきましたよ。いきまーす。でんでんでん、嬉しいんだよ、嬉しいんだけど、なんでまたサカ、これトレカあるあるだよね、昔から。よっしゃ、あ、アーセナルユニ、同じやつやんって。サカ、いや、嬉しいけど、まあ、最悪ですよ、選手が集まんなかったら、左サイドダブルサカでどうですか。左サイドバックもオフェンスの方もサイドハーフも両方サカっていうね、まあ、一応置かせていただきます。とんでもねえフォーメーションだよこれ。お、来ました。はい、ウィロック、気がついたらほとんどの選手アーセナル下部組織出身、ほとんどの選手今アンダー20全員20歳以下になってます。だからこの将来のアーセナルって考えたらめちゃくちゃいいラインナップ。はい、ジョー・ウィロック、ジョー・ウィロックもまだめちゃくちゃ若いです。21歳ですね。ジョー・ウィロックもね、アカデミー出身、アーセナルのね下部組織から出てきて、そして今ファーストチームにね入ったり入れなかったりあれしたりしてるんですけれども、まあ、ネルソンとね超マブダチで、2人ともヒップホップをこよなく愛している、ジョービロックは確かねエミネムのファンのはずなんですけれどもね、まあ、そんなジョービロックね、去年のカラバオカップでの、まあ、リバプール戦での弾丸シュートがねもう炸裂して、もう走って走りまくるけど、やっぱり期待されている、クリエイティビティ、針の穴を通すようなパスとかはまだ出し切れてない。ただね、こっからのね成長をちょっと期待したいですね。 Excellent Joe Willock。 ジョー・ウィロックはじゃあ、あえてどうしようかな。ポジション的にはまあとりあえずトップ下に置きましょう。トップ下、超攻撃的なフォーメーションになっちゃってんな。 OK Let's keep it going。戦いだ。おー、来た。おー、来ました、ベジェリンでございます。上がるー。 Yes ヘクトーベルリン、アーセナル1のファッショニスタ。はい、ヘクトルベジェリン、来ました。右サイドバックです。はい、ベジェリン、アーセナルだけじゃないです、もうプレミアリーグ1のファッションモンスターですね彼は。ベジェリンサッカーしないときにはだいたいミラノコレクションかロンドンコレクションの最前列にいますよね。俺ね、ベジェリン大好きなんだけども、俺ね、
あのアヒル口ってあるじゃないですか、うん、アヒル口こういう風にね、昔あのよくモデルちゃんたちがよく言った、あこれかわいいかわいいってよく言われていたあのアヒル口、あの僕はねベジェ口って言ってるんですけども、ベジェリンね、あのねファッション誌の撮影とか、あと試合中はさすがにやってないんですけども、まあ、大体うーんそういうパーティーとかに行ってる時に、ね、写真撮ってもらう時にこういうんです。こっからちょっとねちょっとだけ唇が上がるの、こうやってわかる、ここじゃないですよ、ここがちょっとなんかいわゆるモデルっぽいこの顔だったら、こっからこれわかる、全然伝わってないかそう、あのちなみにベジェリン大先生ね、白ソックスの使い方非常にうまいです。うん、あのねベジェリンだけでね俺30分話せると思う、マジで。 OK、 さあベジェリンは右サイドバック入りました、 Let's go party people、 Dance with me、 やばい、よし行くぞ行くぜ、おお来ました。Je m'appelle Alexandre Lacazette。ラカゼット、しかもエリートカードとして出ましたね、アーセナルのストライカーであり、まあ、アルテタ監督最近はですね結構ね、エンケティアではなくラカゼットスタートさせますけども、まあね、あの過去と比べるとなかなか決定力を見せつけることはできないラカゼット、最近はアルテタ監督のサッカーにいろいろと貢献するのはやっぱその、徹底的なチェイシング、ディフェンス、あとねあのポストプレーが魅力的です。ただし、今シーズンちょっともしかして運動量がちょっと落ちてるかもしれないなって僕は懸念しています。まあね、このラカゼットとオーバメヤンが、まあ、ゴール決めた時にはラカゼットとオーバメヤンは踊ります。まあ、アーセナル一のムードメーカー、そうですね、プレーだけではなく精神的な支えでもあるラカゼット、そんなラカゼットどこに置きましょうか。これね贅沢しちゃいますよ、ラカゼットストライカー、センターフォワードのポジションに置かせていただきます。そして、マーティネリのところ、マーティネリサカのところに入れます。でサカね2枚さすがにもう使えないんで、左サイドバック、サカにしようかな。 OK キャボン、懐かしいウェストハムのファビアンスキー、元アーセナル選手です、ちなみにペペがあの悪魔の左足を見せたウェストハム戦キーパーだったのがファビアンスキーでした。 OK、 さあハーフタイム直前、最後の1パックどうでしょう。デン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 、出てこない、やばい。続いてのパック後半突入です。さあアーセナルはね後半入ってからね決めるっていう傾向もねあるんで、いきますよ、 Let's go。Oh my lord, it's not my day, is it? Come on, 欲しいよ。そろそろオーバメヤン出てきてもいいんじゃないの？オーバメヤン、オーバメヤン、マジで、No。最後アースの選手出たらもう結構前でしたよね。ね、サラーとか出てくんのよ、サラー出てくんのにオーバメ大先生出てこないよ。またロバートソン出てきちゃったし、ああ非常にまずいです。きたー、オバマ who、 オバマ what、 オバマ blood clot やん、来ました、オーバメヤン大先生、我らがアーセナルの心臓です。ちょっと待ってください、ちょっと喜んじゃっていいですか、しばしお待ちください。来ました、はい皆さんありがとうございます。今年 FA カップ、決勝、アルテタ監督にとってのファーストシルバーウェア、
初めての栄光ですね。 FA カップ優勝した時のユニでございます。日本ではゲットすることできません。ウェンブリー2020って書いてありますよね。そうなんですよ、輸入させていただきました。はい、しかもですね、その試合でオーバメアン、なんて美しく相手ディフェンダーカート・ズマをかわして綺麗にふわっとね、決めてくれました。オーバメアン大先生、オーバメアン大好きすぎて、こんなものを、はい、まあ、完全これはオフィシャルグッズではないんですけれども、ゲットしちゃいました。それだけではなく、はい、パソコンのカバーもオーバメアン大先生でございます。オーバメアン本当契約更新してくれてありがとう。今のアーサルはオーバメアンがいなくなってしまうとまずいです。終わってしまいます。オーバメアンと一緒にもう一度優勝したい。 FA カップだけじゃないんです。オーバメアン大先生、 FA カップ優勝して FA カップのトロフィーをですね、みんなと一緒にあげるはずが一回落としてしまいました。オーバメアン大先生はね、左サイドではなく完全に真ん中に置きたいです。なのでここからフォーメーションをガラッと変えさせていただきます。いきますよ。ではオーバメアンは真ん中に置きたいので、まさかのフォーメーションでいきます。超変則フォートップ、まあ、サッカーではありえないですけれども、超攻撃的なフォーメーションでいきましょう。こりゃあもう面白いことになっちゃいますよ。フォートップでいって、とりあえずこれにしときましょう。とりあえずまだカードね、当てなきゃいけませんから。うん、こんなね、フォーメーション見たことないよ。どうしちゃうのよこれ。恐ろしいことになっちゃいますよ。シティとかね、リバプールやったらね、ボコスかボコスかカウンターでやられちゃいますね。まあ、あとね、サブっていうねオプションもあるかもしれないんで、他の選手たち当てましょう。 OK、 No、 ジェイミー・バーディー、バーディー、この間もやられたけどね、アーセナルキラーなんですよ、ジェイミー・バーディーは。これ全部集まってもいいと思うんですけどもね。来ました、ダビッド・ルイーズ、ダビッド・ルイーズ来ました。ダビデ・ルイス、元ブラジル代表、そして、元チェルシー、まあ、チェルシーのもほぼねレジェンドになった、ダビデ・ルイスなんですけども、ダビデ・ルイス魅力なのがまずこのアフロヘアです。この後ですね、結成されるのがアフロデュオなんですけども、なぜならゲンドゥージ、そうそうそう、もともとゲンドゥージ VS、チェルシーのダビデ・ルイス見るとアフロとアフロの対決ね、その瞬間ね、あのツイッターがアフロフロアフロフロ、ここに置きます。来ました、センターバックダビデ・ルイス。ダビ・ルイスはですね、ダビデ先生、まずこのアフロヘアが魅力的、うん、そしてあとね、3バックで一番機能すると思うんですけれども、やっぱり昨シーズンの終わりの方には精神的柱としてアーセナルをキャプテンのように支えてくれました。彼のね、魅力的なねプレーっていうものがね、やっぱ4バックであろうと3バックであろうと後ろからのフィードです。うん、後ろのねセンターバックというポジションから、ここですけど、ね、ここからダビデ・ルイスとフィードが大体このオーバメアンの裏に行ったりとか、マーティネリーとかね、サカに行ったりとかね、ペペに行ったりとかね、あのね本当アーセナルの影のオフェンスの立役者がこのダビデ・ルイスなんですよね。 Great! ということでゲンドゥージと来ました、アフロデュオ参上。 OK、 Good good、 持ってきますよ、カモナアースの、Here we go アースの、ない、
を切りつけなきゃな。暗闇全然焦らん。来ない来ない来ないないない。やばい。Come on boys。え、これマジ大丈夫？まずキーパーがいないっていうのがね、レノがいないと何も始まらないんだよね。カモン、なんとしてでもせめてスターティングイレブンはね欲しいじゃないですか。まずいですよ、このままでいっちゃうと。どうにかして誰か、おー来ました、バーン・レノー、バーン・レノー、我らキーパーバーン・レノー、よし、我らが守護神レノ、レノ神、レノ様来ましたね。バーン・レノー、ショットストップがね神がかっています。昨シーズン、エメリー監督の時代に彼がいなかったらもうダントツの最下位だったと思います。圧倒的なショットストップの、スキル、そしてゲームの読み方も非常にうまい。まあ、若干エミ・マルティネスと比べると足元がそこまでないから、そのビルドアップで大丈夫なのかって言われてるんですけども、大丈夫です、レノは確実にやってくれます。さあ、そんなレノなんですけれどもね、今シーズンもどれほどのショットストップを見せてくれるんでしょうか。ありがとうございます。これによってなんとかなんとかなんとか、ちょっと待てよ、こうなると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 一応10人は集まりましたよ。むちゃくちゃなフォーメーションになりますけども、10人は集まった。でこれで、まあ、4トップはねあまりにもねクレイジーすぎるから、後でねいろいろと変えることもできるかもしれない。よし、バーン・レノー、トップキーパーバーン・レノー、来ます来ます、カモン、よし、最後最後の 1,2,3,4,5,6,7、 誰が欲しいかな。やっぱセンターバックもう一人欲しいよね。まあ、チェンバーズなのかホールディングなのかね。あとミッドが全然いない、ジャカとかね、ジャカあたり欲しいんだけど出てこないんですよ、これが。はい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 、マネが出てきて、これハリー・ガハク登場しちゃうかもしれませんね。ハリー・ガハク、あの有名なハリー・ガハク、結構ねハリー・ガハクのねスキル、おーイエー、来ました、ヒーローカードベジリンです。ありがとうございます。令和のファッションモンスターベジリンです。ベジリンもういます。キラキラカードでも嬉しいよ。そろそろセンターバックね、もう1枚、あとゲンドゥージよりねちょっと、ね、違うミッドはね本当入れたいんだよな。ついに来ました、ラスト1枚、ラスト1パック、お願いお願いだからセンターミッド、ジャカでもいいから、あとセンターバックでもいいし、お願い出てくれ出てくれ、さあ来い、お願いします。なんでやねん、本日5枚目のシュマイケル、終了。疲れた、めっちゃ疲れた。さあ、ということで終わりました。71パック426枚のカードを、見た結果、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10名がアーセナルでしたね。まあ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 、でもさ、こうやってアーセナル選手が集まりましたから嬉しい限りですよ。じゃあこれをですね、どういうフォーメーションにするのか、じゃあグーナーの皆さん、アーセナルファンの皆さんもね、ここでね、このメンツでどんなフォーメーションで、固めるのか、ちょっとね、下のコメント欄にね、ガンガン書いちゃってくださいよ。僕行きますよ、
今のところね、こうで試合やると、まあ、10-0 ぐらいで負けちゃうかな。ボコスカ、リバプールにね、鬼のようなカウンター食らっちゃいますね。まあ、キーパーはレノオッケーとして、ベジェリン右サイドバック、サカ左サイドバック。で、この人たち本職、まあ、特にサカなんて本職ここじゃないから、事実上本職ディフェンダーがね、2枚しかないっていうね。どうしようかな。じゃあ、あえてですよ。ゲンドゥージュをセンターバックにさせて、4枚にします。で、アーセナルが、いや、これほんと、中盤でボール奪えないんじゃないの？大丈夫？マジで。っていうか、あれ？ちょっと待てよ。あれ、待てよ。ですね、気がついたら、10枚しかないです。まあ、サッカー皆さんご存知だと思いますけど、11人なんで、10人しかいない。ごめんなさい。禁断の技、サッカー分身の術。いいっすか？マジで。なので、左サイドバックに、なんちゃってティアニーのサカを置いて、で、その前もサカって、ダブルサカでいきましょう、これは。うん。ダブルサカにさせると、もう左利き多いな。じゃあ、まさかの、うわぁ、迷うな。これ、どうしよう。ほんと、マジでどうしよう。うわぁ、これも絶対やりたくないフォーメーションですけれども、4-3-3でいきます。4バックが右からベジェリン、センターバック、まさかのゲンドゥ取る。来た！アフロディオ！アフロセンターバック！いつか見たかったんだよな。そして、サッカーが左サイドバック。で、ボランチ的なポジションにウィロックを置いて、まあ、ちょっとラムジーみたいなね、ボックスとボックスでドーンドーンとめっちゃ走っていただきましょう。そして、いわゆる、まあ、ここがジャカ的なポジション、ウィロック、ハイリーの、でその前のセバージョスと、普段は誰かな、まあ、ここにパーティーがいるんだけどね、まあ、ちょっとね、その上にペペとサカ、ペペがこんなところでボールね、もらうことね、あんまないけど、こんな真ん中のポジションやりませんけどもね、やっぱちょっとガブちゃんとね、大場目大先生はちょっとウィング頑張って、ラカゼット、ミッド、ではなく、ストライカーで決めちゃいましょう。はい、ということでですね、こうやって、まあ、スターティングメンバー11人も集まってない状況なので、まだ2万円しか使ってないので、残すところ3万円も全部、パニーのトレーディングカードにね、使いたいと思います。次回はですね、とりあえずアーサーのスターティングメンバーを集めたい。そんな動画になる。そして最終的に、こうやって集まりました。もうね、対戦相手も集まりました。グラウンドもある、ピッチもある。さあそこから何をやるか。皆さんいろいろと想像しちゃってください。次回明かしたいと思います。あとね、ちょっと面白いというふうに思った方はですね、ちょっといいねボタン、ナイスワン、そうですよ、僕がよく使うナイスワン、全然流行って、ナイスワン、ね、イギリス人がよく使う、いいねって言った時に使う、このナイスワン、これいいねボタンをね、押してください。そして登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。あと他にもインスタグラム、そしてツイッターとかやらせていただいて、僕が出させていただいている番組、ラジオ、テレビ、J リーグさんの YouTube 含めていろいろと告知させていただいてますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは See you next time. Come on Arsenal. Bye bye.